レベッカ・ミラーはアメリカ合衆国の映画監督、脚本家、女優。コネチカット州ロックスベリーに生まれた。父は劇作家のアーサー・ミラー。母はオーストリアの写真家、インゲ・モラス。彼女にはダニエルというダウン症の弟がいたが、生まれてすぐ施設に入院した。1980年、イエール大学に入学し、絵画と文学を専攻。 1985年の卒業とともに、勉強し、奨学金を得て、西ドイツのミュンヘンで過ごす。1987年に帰国し、ニューヨークに今日構え、ニュースクール大学で映画を専攻。1988年1月より、ブルックリンアカデミー・オブ・ミュージックで上映を始めた、ピーター・ブルック演出、桜の園のアーニャという大役を得て、舞台デビュー。 世界ツアーの前に、ジャック・レモン主演、メアリー・フェインガン殺人事件というテレビ映画に出演した。順延を終えて出演したのは、オフ・ブロードウェイの名門マンハッタンシアタークラブが、リチャード・グリーンバーグに委託した、新作舞台、アメリカン・プランのヒロイン、リリアクで、これで、テイト・ドノヴァン、エリック・ストルツらと共演した。 次シーズン12月の再演が決まるほどの評判と、なったが終演後に映画界に進出。心の旅、隣人などで役を得た。1995年に彼女はカメラの後ろに立って最初の脚本兼監督作品、アンジェラを制作した。映画の評判は大変良いものとなったが、 あまり観客の関心を集めることができなかった。しかし彼女はその後2002年のパーソナルベロシティで明らかにそれまでよりも成功することができた。この作品は前年に彼女が出版したショートストーリーの作品集を映画化したものでサンダンス映画最新サイン大賞受賞を含むインデペンデント映画のいくつかの賞を受賞し映画監督として成功した。 彼女は2003ブックウーマン風で作家に登録され、2005年の映画ザ・バラット・オブ・ジャック・アンド・ローズでは監督として登録されるようになった。2009年に制作されたロビン・ライト・ペン主演50歳の恋愛白書は、題名は彼女の小説から取っている。夫は俳優のダニエル・デイ・ルイスである。レベッカが彼に最初に会ったのは父、アーサー・アミラーの戯曲。 ルツボの映画化、クルーシブルの準備の時であった。レベッカとデイルイスはその映画公開2週間前の1996年11月13日に結婚し、その後はロナンとカシュエルの二人の息子が生まれている。ありがとうございます。